すごいわよね。満開の時期に間に合ってよかったわ。歩夢が言ってた以前来たことがあるはやっぱり君だったのね。私も君と一緒にこの景色を見られて嬉しいわ。慌てずゆっくり見ましょうよ。時間はたっぷりあるんだから。ええ、カリンってば君に見せたの？もう恥ずかしいって言ったのに。え、急にどうしたの？改まって写真だなんて恥ずかしいわ。もう仕方ないわね。こう？もう君ってば。ね、私にも君の写真をちょうだい。君だけなんてずるいでしょ。ここに一緒に来た思い出作りましょう。毎日雨なんてって思ってない？雨が続く日も素敵なことはあるのよ。私が教えてあげる。例えば二人で読書、二人でおしゃべり、二人でお昼寝ね。君と私一緒にいれば素敵な時間になりそうだと思わない？は、その顔は考えてるわね。じゃあ私が証明してあげる。二人っきりになりましょう。